で、お次からですかね。はい、あ、もう始まっちゃってる。もう録画してるんですけど。あ、そうですか。はい、じゃあお辞儀します。あ、こんにちは。山城です。またじです。これからまたじ先生とスペシャル対談をしていきたいと思います。よろしくお願いします。先日視聴者からこんなコメントがありました。虚勢にもいろいろ種類があるんですけど、その中でバルザックという方式で、先生、バルザック虚勢法の説明をお願いしてもいいでしょうか。はい、いいですよ。まあ、要は質問の内容っていうのはですね、バルザック虚勢法をやってる農業高校の生徒さんがね、はい、そういう方法と完結方法で、どっちが経済的にお得ですかっていう質問があったんですよ。で、答えようと思って、あ、これすごい長くなりそうだなと思って対談方式にしちゃった方がいいだろうと思って今日も対談してるんですけど、もうバルザック虚勢法っていうのはズバリバルザックという機械があるんですね。虚勢で、それがあるんですね。これです。これはバルザックってやつです。そうですね、これがバルザック虚勢機という虚勢ですね。これで平たく言うとお金金をですね、ギュッと握りつぶしちゃうんですけど、ただ破裂させるとか、その玉を破壊するとかいうんじゃなくて、その根元につながっている神経組織と、あと血管をですね、ここに挟んでですね、玉はちゃんと持ってます。玉は持ってて、保持したまま、その根っこの部分の血管をですね、圧着させます。これ圧着器なんですね、実は。はい、で圧着して、でキュッとやって、で大体血のりが固まるまで2分か3分ぐらい。あ、そんな押さえておくんですね。そうですね、そのまますぐ離しちゃう方もいるんですけど、そうすると血管が圧着しきれないのが取ってきちゃって、玉がこう鬱血して腫れちゃったりするので、そういうことをしないように 2、3分はちょっとこのまま保持しておきますね。で1個2分でも終わったら、もう1個の方の根っこもカチャッとやって、もう2分ぐらいしておきます。でも1回2個同時にやるイメージでした。はい、僕のね、実は生まれたての子牛だったらそういう2個同時できるんじゃないかなと思ってチャレンジしようとしたんですけど、袋の中で逃げるんですね。逃げるっていうのは、いやいやってこう勝手にこう石を持った玉が逃げてるとかじゃなくて、そのツルツル滑るもんですから、ここよりも皮のほんの5ミリぐらい皮が出てるこの中にこうツルッとうまく逃げたりするので、それはもう虚勢としては失敗なんですね。ですから失敗を防ぐためにも一個ずつ確実に圧着していくっていう方法ですね。で、結構山城ファームさんは一般の視聴者さんも結構いるの で、実は僕こういうのを見せるのすごくためらいがあるんですね。っていうのはかわいそうじゃないですか、なんかバルザック話聞いてると、この機械見ただけでもえぐいじゃないですか。なんか中世の魔女狩りさんとか出てきそうなノリの道具じゃないですか。僕もこれ自分でやっててすごいえぐい機械だなと思ってやってたんですね。でも当時はそれでよかったんですけど、ただこれの欠点はですね、さっき言った通り、やったつもりになってても実はやれてなかった、うまく血管が逸れてて、失敗しちゃって虚勢がうまくできてなかったっていうのがたまにあるんですね。多分回ってるんですけど OK です。でもたまにあるの で、そういう子が大人になった時に虚勢してない牛ということで市場の価値がすごく下がっちゃう。その1個ついててもやっぱオスになっちゃうんですか。そうです、1個ついててもその金玉にですね、まあ、もうちょっと医学的にいこうか、睾丸にですね血流が残ってるとですね、やっぱホルモンを、その体の中に出し続けていくんですね。そうするとやっぱり肉質としては非常に消費者の求めている肉質から規格が外れてっちゃう、ね、なのでそういう失敗がたまにあるんですよ。100頭に1頭でか500頭に1頭か1000頭に1頭かわからないんですけど、でもその1000頭に1頭失敗しちゃうことによって生産者の人たちとか消費者の人たちとかパッカーの人たちとかみんな入ってくるはずのお肉がその1000分の1入んないってすごい打撃なんですね、はい、
それがやっぱり経済活動なので、その1000分の1のリスクを少なくしていくためにもこの方法はちょっとあまり今後推奨されないねっていうふうに今なってます。なのでまたこれ今今日引っ張ってきましたけど、15年ぐらい封印されたまんまですね。そんなにですか。一回もやってないですね、この機会は。はい、仮にそのリスクがゼロ、リスクというか 100% 切除したとしても問題はあるんですかね。問題はありますね。そうですね、ちょっとごめんなさい、もう質問の意図とごめんなさい、伝えたいことあります、はい、これ実はね、やる方、獣医さんの方も結構リスクあるんです。で実はこれやろうとしてた獣医さんが回し蹴りにあって、すごくクリーンヒットが顔面に入った瞬間僕実は目撃しちゃってるんですよね。で非常にもうトラウマになるくらい、トラウマタジーになっちゃった。基本麻酔しないんですよ、これやるとって。麻酔なしでやるもんで、牛も500頭に1頭か300頭に1頭かものすごいなんかムエタイが上手そうなキックを放つやつがいるんですけど、それですごいクリーンヒットやってかましてくるやつがいるんで、いろいろと危険なんですよね。麻酔してもいいもんでもないですか。そうですね、麻酔してもあんまり良くないっていう、それからですね、あと構造上これどうしても人の人力で締めるじゃないですか、だから農業高校の学生さんも3ヶ月ぐらいまでの講師に対してやってますって言ってました、なんでかっていうと、それ以上の睾丸は大きすぎて太すぎて人の力ではきつくなってくる、で牛も暴れるのでうまく去勢できにくくなってきちゃう、制御しきれなくなってきちゃうんですね。なのでこの方法っていうのは生まれてから、そうですね、僕はせいぜい2ヶ月目ぐらいまでの更新しかできない方法なんですね。で非常にここから先あまりちょっとソフトに言いますけど、そこで去勢しちゃうっていうことは尿道の太さもそのちっちゃいまんま大きくなっていくと、要するに体は大きくなって皮肉の体になってても、その生殖器の構造はちっちゃい頃のままなんです。去勢した段階で成長止まっちゃうにしても、そうですね、そういう子がたまに出てくると思うんです、みんなじゃないですけど、そうするとやっぱり結石に詰まりやすい体質だったり、だから2ミリの結石だったらおしっこと一緒に出てたけど、その子に限っては詰まっちゃうかもしれない、でそれでやっぱり皮膚屋さんがすごくたまにそういう尿道結石で牛をダメにしちゃう例があって、それがやっぱり皮膚成績にすごく原因になっちゃうっていうところなんですね。だから安い方法かもしれないけど、巡り巡って最終的にはあまりコストな方法ではない、でそうなるとやっぱ簡潔方法で直接確実に2個間違いなく切るっていうのを選ぶように今なってますね、黒毛の世界。聞いたところによると、その食欲の低下とかもしばらく起きるみたいなのが、これは無麻酔でやってますので痛みの質が全然麻酔やってない方法とは違います。俺一回恐る恐る一回ちょっと手どのくらい痛いかなと思ってちょっと触ったんだけどそっぴーです、もうあーって感じです、もう、これついやりこっからびっくり自分の手でやっちゃいたくなるんですよね、これね栗とか割れそうな、はい、そうですね、はい、結構その完結でも結構その血が出たりとかジュクジュクしたりみたいなコメントがあったんですけど、今のところね3000頭ぐらいやってますけどジュクジュクした子、その血をなんで血が出るわけで、その玉の袋の中にちょっと入っちゃったり、先生そのこうやってピュッピュッて消毒してますけど、その血が出るのはどうなんでしょう、バルザクに比べ。ああそうですね、いろいろなコメントを僕も拝見しましたけど、これ縫わないってどういうこととかっていう、ありましたね、ありましたね、あれ結構ね、結局はね縫っちゃいけないんです、縫うとまずいんです、縫っちゃうことで水道の蛇口のようにポタポタ出てた血とか、あとはリンパ液ですね、やけどした時にプクッと膨らむ、傷口塞いでくるあのリンパ液が塗っちゃうことで中でどんどん溜まってっちゃって膨れてっちゃう、玉が溜まっちゃっていくわけですよそれで、結局はこれ縫わないで自然にこう出しながら血のりとして固まっちゃった方がいいだろう、で血液が固まるのって
大体5分10分なんです、うん、実は、うん、ですから過激なことを言うと10分後にはもう傷口が塞がってます、うん、で、外からばい菌入れないようにもう血のりができちゃってベタベタになって血のりができちゃうし、で中は中でも血のりが完成してっちゃうので、うん、これ結局そのままの方が案外うまくいってる、うん、だから去勢に関しては縫わない、うん、これはもうそうですね、馬の世界も豚の世界もみんなそうですね、うん、はい、じゃあ結論から言いますと、その生後2ヶ月ぐらいまでならバルザックはありですけど、その後のリスクを考えると、うん、なんていうんですか、生後半年とかの去勢はバルザックは推奨できないと。はい、僕の方から言うとバルザックよりは生後5ヶ月目ぐらいで直接取っちゃった方がリスクは回避できます。実際宮城の市場とかでもバルザックの牛ダメとかありますよね。はい、宮城の子牛市場に出てくる売られてくる子牛は基本的にバルザックで去勢した子は一人もいないってことになります、うん、はい、でバルザックじゃないとその先生のやってる切る方法ぐらいしかないんですか、去勢法って。いや、実はですね、まあ去勢を今度は直接ちょきっと切って睾丸を取り出す方法のほかに、実はねじり切って睾丸を摘出するっていう完結方法もあるんですね、うん、でそれはそれでまたね動画探すと出てくると思いますのでそれは興味ある方はいろいろと探して見てみればいいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じですね。はい、ぜひバルザック方法っていうのはもうそういう方法なんだなと思って、教科書には立派に載ってる立派な去勢法ですけど、これからの牛ちゃんの方法を考えたら痛みは取ってあげた方が牛ちゃんのためにはいいかも。現場ではあんまりしてない。でもしてるんじゃないんですか。して実は黒毛和種の子牛は全部手術して取るいうふうにはなってきてますけど、うん、ホルスタインから生まれたホルスタインのオスの子だったり、あるいは、ホルスタインとに、和牛の精子をですね掛け合わせて生まれてきた F1 種と呼ばれる子たちはまだバルザックでちっちゃいうちに切り取られちゃってるという現状があるかもしれません。うーん、もう分かんない、そっちの世界は、うんうん、一応は全部切って取るのがルールになってるんですね。まあ、ルールというよりはお肉をいただく方の立場からするとリスクはなくなる、うん、という話なので、多分いろんなところからはそういうふうに求められてるんじゃないですかね、うん、はい、いや、ありがとうございました。以上、山下でした。もい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 。13分長っ